谷の鉄砲取りで噂以上よ。備えなきは無謀であったわ。懐かしい先方寺の鐘が聞こえら。それでも進まれるのですね。せめて私たちがあなたのご無事をお祈りしましょう。
蛇書きはの二つあるぞい。一つは生書き、一つは星書き。あっちじゃ。生書きはあっちじゃ。駆け越えて穴くぐり、生ガキもいでくれようぞ。生ガキ、どういうことだ。あえ、困りごとかい。しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならば、お米を恵んでくだされよ。お米はないかな。おちの巫女様のお米じゃぞえ。Thank you.
我が息子のため、その刀、置いて行け。できぬ。愚かなり。Thank you.
一心様にお会いして節立ちの手がかりを聞いてきてほしい。この天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。開き窓から屋根上に出て夜鷹の呪しをたどれば行けるだろう。頼んだぞ。さあ、何か言おうか。足くらいなら貸してやろう。巫女様の命にて。おう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主、フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。は。巡ってここに至るか。
人の絵にしてはつくづく面白い。そうは思わぬか、のう、赤色よ。あなたして、そのお主が何を知りたい？これを。お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか。気に入った。もらおう。やはりこれじゃ。時にお主、源一郎はどうじゃった？どうと刃を交えたのじゃろう。ただ強かった。そして異様な技。ほう。巴の雷とは一体。それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは？巴、あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。巫女様の目指す不死立ち、その鍵となるものを。不思議り。不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは？虫付きとか言ったかの。わしも見たことはないが。真の像を貫こうが、首を落とそうが、死なぬというぞ。まことであれば、恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す。それが不思議りよ。不思議りは、いずこに？先方寺にあると聞く。ただ、不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは？ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが。まともな道などつながっておらぬのよ。行くか、赤炉。不死立ち。それもまた戦よ。そして戦では、関わる者の願いやら、企てやらが渦を巻きおる。迷えばその渦に飲まれ。戦に敗れる。そうじゃ。肝に銘じておくがいい。赤炉よ。迷えば敗れるぞ。
一心様とも会われたようですね。礼を言われた源一郎殿を斬ったことへ。そうですか、源一郎殿。まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。九郎様のお考えについては。聞いた。して共に不死立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助けかたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クスシとして助けとなりましょう。これをお主。あら、一心様がお好きなお酒ですね。いただきましょう。おいしい。何か話してください。一つ聞きたい。はい。剣の師は誰だ。剣。私はクス氏ですよ。誰だ。一心様です。ですが、ほんのたしなみです。お主の剣技、とてもたしなみとは思えぬ。何のためだ。人は斬りません。人は斬らぬ。はい、人を斬りたいなどはつゆほども。ただ鬼など出れば斬りたいと思っています。鬼。本気に取らないでください。ほんのざれ言です。埃がひどいな。戻りましてございます。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか。はい。不思議ならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議り。先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど。確かに流陰の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。御意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは。花だな。巫女様、こちら。これはもしや桜しずくか。それは流陰の不死の契約がならざるとき引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。であろうな。狼よ、もし望むのならばこの桜しずくもまたそなたの力としよう。
ありがたく。わかった。目を閉じてくれ。はっ。タケル様の留飲もまた、そなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。は。それはタケル様にいただいたもの、大事にしてくれ。ぎょい。花とは。まずはこれを。タケル様が残されたものだ。戦況に帰るため源の後期について調べていたのだろう。このアシナを貫く源より流れいずる水、その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の香の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど。ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに。城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。巫女様、こちら。これは源の香を求めた者が記した書物か。はい。香気を放つ石が祀られた村だが、そのような村聞いたことがないな。アシナの底とあります。そういえば月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると聞いたことがある。あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが身を投げるとは一体。見投げば、そういったものを見ました。それは一体。ステローの奥に底の見えぬ大穴があります。そこにいた老婆がその穴に身を投げようと。ふん。身を投げた先がどこかにつながっているということか。はい。鳥居をくぐった方向からかすかに風の流れを感じました。試しにそちらへ飛び降りてみようと思います。わかった。気をつけるのだぞ。ああ、そうだ。そなた、香炉の残り香は嗅いでみたか。はい。何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした狼。あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか。おそらくですが思い出せません。そういえばエマ殿が昔、城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。
よう旦那、また商いが必要かね。じゃあな旦那。さん、何か用か。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。